20年ほど前、俺が実際に体験した未だに信じられない話を書こうと思います。というのも、俺の周りには超常現象的なものに詳しい人物が全くいない。なので、今から書く実際に体験した出来事を一体どう解釈したらいいかわからないんですと。なるほど。大学生の頃、俺は本当にどうでもいい日々を送っていた。夢も目標もなくて、部活やゼミ、サークルとかにも所属せずに、ただひたすら怠惰な生活を送っていたんですよ。で、やることといえば、そんな俺と同じような目的のない仲間 K と S、この2人と一緒にドライブすることが暇つぶしだったんですけども、それにも次第に飽きてきた。だからどうせドライブするんやったら廃道を探索しようと。怖いですけどね、誰からともなくね、言い出したんですよ、で、廃道っていうのは使われなくなった道路や閉鎖された道路のことを指すらしいんですが、俺らはあくまで車で行ける範囲でしか行きたくなかったので、閉鎖された道路というよりは大きい道路ができたために使われなくなった道路とか、なるほど、どこに繋がってるのかわからないような細い脇道を、K の所有するジムニーでドライブするだけのものだった、秋っぽくてやる気もない俺たちだが、これはとても楽しくて飽きなかった。廃道が見せる非日常的な空間が俺らの気質にあったのかもしれない。ある日 K がいい場所見つけたんだよ、今から行ってみない、新しい廃道探索のスポットを見つけてきたわけですよね。なるほど。で、時間はだいたい午後2時過ぎ、何の予定もない俺と S は、当然行こうぜみたいになるんですよね。で、 K の車で現場へ行くんです。場所は大学から車で30分ほど走ったこう山道をね、ちょっと入ったところにあるんです、で、車がよく通るこうね大きな道路からこう斜めに細い道が伸びてて、でそこ入っていくんですよね、で、その細い道、地面から雑草が生えてて、で、小石とかね、こう枝は落ちているんです、で、こうね、なんかこう踏みしめていく感じですね、車でね、バキバキバキみたいな、獣道までは行かないけどみたいな、そんな道で、で、もう明らかに誰も利用してない感が満載なんですよね、で、進んでいくんですが、100メーターも走ったらあっさり行き止まりになったんです。終わっちゃったもん。いや、拍子抜け。なんだこれは。これだけかよと、で、俺と S は思わず不満を漏らしたんだけども、K はドヤ顔しとるんですよ、で、指さしてんですよ、何、あれ見ろよ、見てみると、道路の横はずっと土砂崩れ防止のコンクリートの土留めが続いているものだとばかり思ってたんですが、途中でそれが終わってて、一部分だけ金網が離れとるんですよね。で、よく見てみるとその金網の奥、道があるんですよね。あ、そうなんだ。あっこ入れんじゃねえの。その奥さらにね、金網はね張られてるんですが、それ自体はただの針金、だから切ったらね簡単に入れるんですよ。で、K があらかじめ用意したニッパーでね、このその針金切断して、で、もうジムニーでね、この車ごともうそこの入っていけると、ずっと進んでいくんですよね。この時点では正直悪いことしてるっていう感覚はないんですよ。探検の一環ね。で、金網は戻ってきてから、つなぎ直せばいいしみたいな、バレないっしょみたいなノリですよね。で、何よりこんな封鎖された道を車でそう長く行けるはずはないと、過信してたんですよね、で、さっきの道でさえ草が生えて小石が散乱してたんだけども、この道ちょっと進んだだけで、もう木倒れててね、ちょっともう道塞いでて進まれへんみたいな、そんな想像のもと行くわけですよね。ああ、想像のもと、ね、あくまでね、そういうことね。ところが意外にも予想してたような荒れ果てた光景はなくて、ちょっと綺麗なんですよ。そうなんだ。嘘でしょみたいな、で、そのまま細い山道5分ほどね、慎重にですよ、こうゆっくりゆっくり走り続けたんですね、そしたら目の前にズン、トンネル、でもトンネルっていうよりもちょっとくぐれるようなアーチ状にくり抜かれたレンガ造りの水道橋。なるほど、わかりますよ。で、奥行きもだいたい5メーターほどしかないんですよね。で、幅もジムニーが通るには問題ない広さで、そのまま車でぐーっつって、行くわけです、で、通り抜けてみると道がちょっと荒れ始めた。アスファルトの上に石がそう散乱してて、で、こう S がね声を上げるんですよ。おいおいおい、ちょっと止める、あれ見ろ、
で S が指を指した方向になんかねこう車の後ろの方だったんですけども、うん、さっきくぐり抜けてきたトンネルがあるんですけど、うん、見てみるとトンネルの出口をまたぐように鳥居が立ってたんですよ、ね、そんな場所に。だからトンネルを抜けてきた時は気づかなかったけど後ろ振り返ったらそのトンネルの出口の上に鳥居がこうね、なるほど、アーチ状に鳥居が立ってるんですよね、はい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 、で神社にあるあの鳥居がトンネルの出入り口に密着するように建てられていた。向こう側から全く見えない。で、だからこう自動的に鳥居をくくったみたいな感じなんですよ、うんね、そういう世界に入ったってことになるよ ね、 それはね、ちょっと気持ち悪いじゃない、はい、そんな状況めちゃ気持ち悪いでしょ。で戻ろうぜみたいになったんですけど、とりあえずもうね乗り的に奥まで行けるとこまで行こうよっつって、はい、でさらに 500m ぐらい進んだ、うん、でそれまでは荒れてたんですけども急にねアスファルトが敷かれていた道が、うん、ね境界線を引いたように途切れて、うん、で、そこからこう、まあ、完全に舗装されてない土の道になったんです。うーん、まあねそこまではなんていうんですか一応まあアスファルトだったんですよ、うんうん、獣道までは行かないぐらいの、はい、それが急に土になって変わったんだ、ね、あれこっからちょっともうなんか世界違うぞみたいな、うんうんうん、で気持ちが悪いことにそのアスファルトと土の道の境界線の両端に、うん、祠みたいなのが2つ置いてるんですよ。はあ、なるほど。でこれを境に手前アスファルト奥が土みたいな、うん、なんかねちょっと境界線な感じするねすごく、ね、うん、なんかそういう不思議なことが連発してくるとね、はいはい、まあ、人間の心理的にですよ、うん、期待感と不安感がこう入り混じって、うん、ね、ちょっとわけわかんなくなってくるんですよね、はいはい、変にこうなんか気分が高揚してきてみたいな、うんうん、でもうその時点では引き返そうっていう選択肢も消えとるんですよ、うん、で幸いにも土の道になってから道幅も変わらずにね、うん、で、まあ、予想してたようなこう木が倒れたりとかそういうところもなかったんです、うん、進めるわけですよね。ただ今思えば車輪の轍が全くなかったこと、そして封鎖されていた道にしては綺麗すぎること、うんうんうん、その時にね気づいて引き返しとけばよかったなと。これ何かのきっかけになるようなところですね。しばらく進んでいくと今までの山道が嘘だったかのように開けた場所に出る。俺らの車が進む道以外もう左右は一面平野、田んぼのようにも見えるけども使われている形跡も見当たらない。いつの間にか空はねこう雲一つなく青く澄み渡っていたんですよね、うんうん、思わずうわ綺麗やなみたいな声に出してしまうぐらい、うん、しかしふと我に返って思ったんです。どこここ、うん、こんなとこ知らんぞってなったんですよ。言うてもね、うん、大学から30分ですから、まあ分かってるはずだよね、はい、ある程度はね、うん、で封鎖されてた道の奥にあったからもしかしたら廃村とかなんじゃないのみたいな、うんうん、俺らが普段生活している生活圏内からそんなに離れた場所ではないんです、うん、でもこんなにね広々として綺麗な都市があったのかみたいな、うん、ちょっと不思議だよねみたいになったんですよね。で一体この今自分らが走っとるこの一本道どこまで続くんだろうっつって、うん、でみんながねこうねそれぞれ思い描いていた頃ですよね。道の前方に黒い建物が薄く小さく見えたんですよ、うん、でそれに近づくにつれてだん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 大きく見えてきて、うん、で形がはっきりこう見えたんですけどどうやらそれはかやぶきの建物だったんですよね。あ、なるほど。が、はい、ただのかやぶきの建物じゃないことはすぐに分かったんです。なんでか、うん、異常にでかいんです。でかいんです。でかいんです。ほう、あのかやぶきの建物で、うん、こんなでかいかやぶきの建物見たことないぐらい、そういうレベルのすげえでかいんですって、はあはあ、まあ例えで書いてありますけど、うん、学校の体育館ぐらいでかい。それはでかいよね。でしょ、うん、もしかしたら一軒家だもんね。もしかしたら、うん、もう体育館よりもでかいかも。うん、うん、それぐらいでかかった、うん、はいはい。でなんで封鎖された道の奥にこんなでけえねこの建物が建ってるのかと。しかもその建物の前まで到着して分かったんだけども、うん、今まで来た道はこの建物に通じる一本道だったんですよね。うーん、途中で分岐とかも一切ない。そっか。でこの建物がこの道の終着点だっていうこともそこで気づいた、はい、廃村だと思っていたけども集落とか全くなかったんですよね。うん、もうこのエリアに入ってきてから見っけた建物ってそのかやぶきの建物だけなんですよ。うん、
で今来たこの道はこの建物へ通じるためだけの道だとしかもうそこでもう思えないんですよね、うん、なるほどなるほど一本道じゃねえかっつって、はい、で俺ら車を止めて外に降りた、うん、でもねなんか恐怖感とかじゃなくてなんかすごい清々しいんですよ清々しい、ねうん、空気は澄んでで、まあ、空は雲一つなく、ねはい、もう澄み渡っててね、はい、で鳥や風の音とかも聞こえない、うん、春先のようなちょうどいい気温、うん、あーここ気持ちいいなずっとここにいたくなるなみたいな感覚になるんですはいはいで目の前のバカでけえねこうかやぶきの建物が、うん、もう目に入った瞬間にその気持ちよさっていうのはかき消されるんですよなんだこれってなるからはいはいびっくりしちゃうね、うん、でこの建物は一体何なんだろうっていうのが3人それぞれねハテナが浮かぶと、はいうん、でかやぶきの建物手入れをしていないと傷んでしまうと、うんねね、普通はねそうですでもなんかすげえ傷んでそうに見えないんですよそうなんだ古くて黒ずんでいるんですけどねでしかも木造で、はい、でもなんか朽ち果ててる感が全くなくて、誰かが使ってないとこんな感じになんないんです中見てみる俺が提案したで K はそうしようかと、ね、言ってきたけども S は乗り気じゃない、うん、とりあえず建物をぐるっと回ってねちょっと見てくる、うん、で歩き出したで建物の扉は重かったんだけど、うん、鍵はかかってなくてガラガラガラ、ね、で覗いてみたらちょっとカビ臭いような古臭いような独特の、ねはいはいはい、匂いがして、うん、すいません誰かいますか、まあまあまあ、返事はないですよ、うんね、誰もな、ね、いないもんねきっとないんです、はい、あ誰もいないんだなと少し安心した俺と K は中へ入る薄暗いものの隙間からの光と入り口を開けた時のこの光で中の様子が伺えるんです、うん、板張りのだだ広い空間がそこに広がってて、うん、で棚らしきものが壁際にあるんですけども、うん、まあまあその棚には何も入ってないことは確認できるんですよね、うん、でその左側の壁そこに引き戸があってでその向こうにさらに部屋があるとでそれ以外は何もなくて床と壁しかないんです、はい、で上は暗くてよく見えないけども天井裏までこう吹き抜けになってるような感じなんですよね、うんうんうん、でまあ、ちょっと怖いけどこの引き戸奥に部屋があるんじゃないかってねちょっと開けてみようってなったんですよで「すいません誰もいませんよね」ってね再度確認して、はい、で恐る恐る、ね、こう引き戸をガラ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 って開けたんですよね、うん、そしたら中が意外にも明るくて「え嘘でしょ」みたいになったんですよ、うん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 なんかこう採光窓のようなものがねこう上に何個かあってあ、ねうん、で何やったら入り口側のこっちよりも明るいんですよそのなんだしかしその部屋が明るいだけではなく異常なものであることにすぐ気がついた、うん、とにかく広いんですよ広いんだその中が、うん、まさに体育館ぐらい、めちゃくちゃ広なすご、うん、その広い空間の中に均等に5本異常に柱が地面から天井まで伸びてるこの太さが本当に尋常ではなくて、うん、直径3メーターぐらいある1本の木の柱で長さが10メーターぐらいある、それがドーン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 5本あるんです異様ですねいやこんなでかい木日本にあるっていうね、はいはい、思わず言ってしまうぐらいまずね、うん、でこんな太い柱見たことがなくてね、うん、何の意味があってこんな柱を建てたのか、うん、何これっつっててでこう周囲を見渡しているとあっK がね声を上げたんです、うん、何何何って見てみると5本あるうちの真ん中の柱、うん、お札が貼られてるんですよねそうなんだなんか書かれてるしかも、うん、五寸釘がガーン打ち付けてあって、うん、でしかもね1枚だけじゃないんですよそのお札が大量に打ち付けられてあるんですようわ1枚だと思ってたでそこに書かれてある何かなんですけど、はい、毛筆でね漢字のような記号のようにも見えたけども、まあ、呪文みたいななんかね書かれとるわけですよ、うん、したら K がねおいなんかくっついてるぞって言ってきてでよう見てみたら確かにお札と釘の間になんか干からびた塊のようなものが一緒にね打ち付けられてあったんです何何何何つって、うん、でほぼ同時にねなんだあれはつって上の K と一緒に上向いて、うん、でほぼ同時にもうその答えを目の当たりにしたんですけども、はい、打ち付けてあったのは耳なんですよ。ええー、
めちゃめちゃな数の人間の耳が札とともに柱に打ち付けられてるんですよ、はいはい、で下の方のものはもうちょっと腐っててね、干からびたりして分かんないけど、上の方についてある耳はもう新しいんですよ。新しいんかい。1000以上で、恐ろしいことにそんなに時間が経ってないように見える耳も上の方にあるんです。それ見た瞬間にうわーってなってなるよね。でだもうダッシュですよね。ダッシュでその部屋から出て、で入り口からも出て建物の外に出るんですよ、うん、でここはどういう場所なのかわからないけども、うん、やばいっていうことはもうこれで分かったじゃない、もう完全に、うん、で車で逃げようってなったんだけども、 S がいないんですよ、ね、建物の外を回るっつって S 言ってたなみたいになって、うん、で裏側にいるんじゃねえかっつってね、こう建物の裏側に回るんですよ、はい、でもでかいんです、建物が大きいんだよ、ね、体感ぐらいあるから、うん、でもそこそこ時間がかかるんですね、うん、で裏側に回ると S がいたんです、うん、様子がおかしいなね S の。どうした S。 ぼーっとその場に立ち尽くしてるんですよ、うん、はい、でおい S みたいなね、うん、感じでちょっと様子伺う感じで、うん、こう S の方にね寄っていこうとしたら、その瞬間に K と2人でボーっとするんですよ、ね、同じように、立ち尽くしてしまったんです、そこに、はい、で建物の裏側っていうのは、うん、ひたすら平らな平野が広がっているだけなんですよね、うん、で、その平野に木で組まれた簡素な台が一列に等間隔にずっと並べられてて、その台の上にろうそくが、うん、まあ2個から3個こうつけられてで火ついとんですよ。え、火ついてる、はいはい、でそれが本当に誇張するわけでもなくて、地平線の向こうにもう霞むぐらいまでそれが続いてるんですよ。何それ、やばいってっつって、うん、で俺と K の声で我に返ったのか、 S がこっちに近づいてきたんですよね、はい、で俺と K が全く気づかなかったことをこうね、指摘してきた、うん、お前何ぼっとしてんだって、いやお前だろっつってぼっとしたのみたいな、うんうんうん、っていうかさ、ここ太陽ってどこに出てる、あそういえば空はすごく青く澄み当たっていてね、雲一つないのに太陽が見当たらないですよ、ね、しかもね空全体明るいのはまあ一目瞭然なんですけど、空全体がなんかね同じ明るさなんですよ。だから太陽のこの沈みてね、でちょっと明るさ変わるじゃない、雲があったりすると、ね、全く同じ明るさ。なあ俺最初からさ変だと思ったんだけど、ここ静かすぎない、うん、ここに着いてから一回も鳥とかの声聞いた、うん、でつうかさ、ここに来る途中の道草一本も生えてなかったよな、うん、もう半泣きなんですよ、ね、うん、もうその時点で ね S が特にねもう泣きそうになってた、はい、でまあとりあえずね車へ急ぐんですよね。で、うん、途中建物の入り口がちらっと目に入って、うん、で目に入ったもののねこう扉が閉まっているように見えたんですよね、はい、でさっきこうねあの逃げてきて閉めるわけないじゃない、うん、逃げてるから、もちろんだからなんで閉まってんのやろうなと思いつつ、で、まあ車でね、来た道を戻って、うん、なんとか最初の廃道の入り口までたどり着いたんですよ、うん、で国道に出ると太陽がね西に沈みかけとったんですよね。 あこれで戻ってこれたんだっていう実感そこでね、うん、できたんですだけど、その後俺にも K にも S にも霊障とか呪い的な現象は一切起きていない。ああそうなんだ。しかし、うん、あの日体験したことは紛れもなく事実であって3人とももう確実に覚えてるんです、はい、そして後日、うん、例の廃道の入り口の横を通りかかった時に、うん、以前は入れた細いあのね金網で封鎖された道、うん、はいはいはい、切ったところね、うん、あれが頑丈な門で封鎖されていて完全に通れなくなっていた。なるほど。まあもちろん通れたとしてももう二度とあの道に入る気はないですけどね。これは現在進行中の話、うん、一応自己責任系に入るかも。あ、そういうお話、ご了承くださいということでね、はい、7、8年前、パワーストーンにハマってたんですって、はい、でいろいろ集めてたと、うん、で集めた理由は別に不思議な効果を期待したりじゃなくて単純に綺麗だったから、うん、で男のくせになんかねそんなねキラキラしたものが好きで、うん、でも当時社会人になったばかり、うん、高価な宝石なんて到底手が出ないわけで、うん、まあ、安いねパワーストーンに流れてたと、うん、で一度集め始めると熱が入りますから、うん、男は ね、 そうだね、気がついたらちょっとコレクションみたいになってて、はい、でいろんな石集めたんですよ、うん、である日某ネットオークションで、ああこれ掘り出し物だなみたいな、うん、あちょっとねこういろいろ探してて、
そしたら黒い卵型の石を見つけたんですよね。ラブラドライトっていう種類の石で、はい、うん、で形がエッグっていう卵型の形をした石なんですけど、まあ大体10センチぐらいの大きさで、うん、でこのラブラドライトっていうのは、うん、まあ自分も何個か持ってたんですよ、うんうん、でそのね、あの紹介の写真なんですけど、うん、そのどれよりも綺麗でね、神秘的な光を放っとるんですね、これが、うん、それを見た瞬間から欲しい、めちゃくちゃ欲しいってなるんですよ、うん、めちゃくちゃ引きつけられて、うん、でも価格見るとね、意外なことに即決で破格の値段設定になってて、ああいけると高いんじゃないのと思ってパッと見たら、いや安いんかよみたいになったんですよ、買っちゃいたくなる ね、うん、でほとんど捨てねと言ってもいいぐらいで、こんなにグレード高そうなのにと首をかしげたんですよ、うん、うん、みたいな、うん、同じ石でもグレードで価格もピンキリなんですけど、うん、どう見ても最高級の一品にしか見えないんですよね、うん、なるほど。で出品者の説明見てみると、海外旅行の時に買ったものでみたいな、はいはい、で一度人の手に渡ったもんだからこのぐらい安くないと売れないのかもって勝手に、ね、納得したんです、はいはいはい、でパワーストーンに関しては他人のお風呂なんて絶対 NG みたいなね、人もいてるから、はい、これちょっと誰かの手に渡ってんだったらこんな安くなるんだろうなって、そんな簡単な、ね、うん、考えで、はい、で自分的には全然そういうの気にしないんで、うん、落札したんです。おほどなくして家に届きました、はいはい、丁寧に梱包されてて、写真で見た通りすごく綺麗なラブラドライト、うん、まあ安かったんでね、うん、まあ、もしかすると写真とは別のなんか、あ、ね、そういうのよくあるでしょ、安物来たんじゃないかなみたいな、うん、でも間違いなく写真に写ってある通りの石なんですよ。あ、これは良かったなっつって、うん、で出品者にお礼を言おうとネットにアクセスをするんですけど、うん、登録情報が削除されたんですよ。嫌な予感満載じゃないですか。これは良くないですね、非常に。で、はい、その石をね、はい、見てると、うん、見れば見るほどね惹かれてくんですよ。あ、はい、うん、はい、青白い輝きをしてると言いますか、はい、で気づいたらね、うん、石をずっと握りしめてるんですよ。もうやばいやばい、これはやばいでしょ。でそのまんま眠ったんですよね、はい、その夜妙な夢を見ます、はい、どこかの薄暗い森の中、私は一本の大きな木に縛り付けられていて、目の前には小さな子供たちが10人ほど立っています、うん、全員黒い髪で肌は浅黒く半裸に近い服装している、うん、まるでどこかの先住民のよう、うん、その子たちが一様に私を指さしながら、うん、ナールナーシュナールナーシュ繰り返してるんです。それナーシュ意味わかんない、まあ、意味わかんないですよね、うん、したら自分の頭の上でズルズルズルって何かが動いてるんですよ、うん、で何か大きなものが私がくくりつけられている木の上にいることはそれはもう明確で、うん、しかし確認しようにも首が動かないんですよね、上向けなくなってるんですよ、うん、で目の前では子供たちが変わらず、うん、ナールナーシュナールナーシュってね繰り返してて、うん、でよーく見てみると子供たち全員無表情なんですよ、うん、まるで生気を感じない顔しながら、はあ、ナールナッシュって言ってるんですよね、うんうん、で急に恐ろしくなった私は無我夢中で身をよじて逃げようとするところで目を覚ます、うんうん、まさび一緒ですよね、うん、で時計を見てみるともう朝で、うん、あ、これ夢だったんだって、はい、理解できたら安堵したんですよ、はい、でシャワーでも浴びようと2階の寝室から1階を降りると、うん、先に起きていた、あ、まあ実家住まいだったんだね、うんうん、実家住まいだったんでお姉ちゃんがいてて、うん、でおはようっつって、うん、ちょっと、ま、何それその目どうしたの、え、目って何よ、うん、で鏡見たんですよ、ね、そしたら右目が真っ赤に充血するんですよ。何何どうしたの。でそれから数日こう頻繁にこの奇妙な夢をね繰り返し見るようになったんですよ。縛られた私、うん、ナールナーシとつぶやく子供、木の上の何か、うん、でその都度汗だくになって飛び起きるんですよね、うんうんうんはい、でこの一連のこの流れってなんか重要な意味があるんじゃないかなと。いや絶対思うでしょう。こうも同じ続けて、うん、ね、続けて同じ夢を見てみると、うん、なんかちょっとおかしいじゃないですか。はい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 、で、この夢を見た後は必ず右目が充血しとるわけで、赤くなっちゃうんだよね。思えば夢見るきっかけってあの黒い石買うてからでしょ。うん、そうだ。だからこの関係あるんじゃないかなと。うん、ある絶対。で購入してからっていうものの、私はあの黒い石を常に持ち歩く生活になってたんですよね。ああ、そうなんだ。でそれを見つめるために不思議なね高揚感にとらわれて、うん、で片時ももう一時も手放したくはないんですよね。話そう、もうでもう外出る時はもうポケットに入れて。
でお風呂入るときも一緒に風呂持って入る。いや、いいだろそこまで。で寝るときも手に持って寝てるわけ。そうなの？だからもう肌身離さずってこのことなんですよね。はい。だまあ異常ですよ。異常。ありえないでしょ。後になって異常だってことに気づくんですけど、この点では気づいてない。はい。で夢のことを考えると何か不気味にも思えてくると、うん、で今で、テーブルの上にその石を置いてじーっと眺めていた時があったんですけども、うん、その人親戚の家族が遊びに来とった、うん、でその小さい子供2人が私がこうね石を見てるのをこう興味持ったんでしょうね、うん、近づいてきたんです、うん、で近づいてきたのは5歳の S 君と7歳の K ちゃん、うん、S 君がね、ねえ何見てるの？そしたら K ちゃんが、え何それ見せて見せてっつって、うん、で今までこの石って他人には見せたことないんですよ、うん、でも子供に言われたらねこう見せてあげようかなって思ったんで見せてあげた、うん、そしたらケイちゃんがすごい綺麗だねって言ってて、うん、だからエース君がね、ああ、え怖いこれ怖いって言うんです。どうしたでもケイ、うん、ちゃんはね、うん、え、なになに綺麗じゃないみたいな、あ片っぽはそういうリアクションなで、S 君だけが衣装怖がってるんですよね、はいはいはい、で、ケイちゃんそれ見てちょっと笑うみたいな、うん、で、その場は何もなく2人は一緒に外にね、こう遊びに行ったわけですよ。それから夜になって夕飯も食べ終わってそろそろ親戚、ね、家族が帰ろうと帰り支度をしていた時なんですけども、うんうん、背後にね、誰かが立つ気配を感じたんで、うん、振り返ってみると、ケイ、うん、ちゃんだったんです。ケイちゃん、うん、で、ケイちゃんってね、こう呼びかけたんです、うん、その理由がなんか様子がおかしいからなんですよ。顔色が真っ白で目つきもうつろで、うん、口の端っこにこう泡だったよだよべーってねこう垂れてるんですよ。うん、えケイちゃんどうしたん大丈夫っつって、うん、で、ね、こう顔近づけてみるとケイ、うん、ちゃんがこうわーっとしながら、うん、ボソ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 ってなんか言ってるんですよ。で、なになになにケイちゃん何っつったらナーシュ、あーやばいやばいやばい、気がつくと私は顔を押さえて倒れていて S 君の泣き声聞こえて、それを聞きつけた親戚のおじさんがやってきて私の姿を見るなり何があったってなって、はい、ですぐに起き上がったんですけどもおじさんがね、うん、動かんでいいって言って、うん、で椅子に座らされたんですよね、うん、でこの右目自分のねこの右目のあたりからこうね流血してる血がブワー出てきて、うん、でその血がねこう床に落ちるのを放心状態で見とったんですよ自分は、うん、なんでなんで今ケイちゃんと話してただけなのにみたいな、うんうんうん、で、おじさんケイちゃんはっつって、うん、おじさんがケイはそこにいるだろうっつって、うん、ちょっと待っとけお前今母さんがタオル持ってくるからって、うん、で言われて見てみるとケイちゃん私のそばに立ってるんですよね、うん、で不思議そうな顔してながらお兄ちゃんどうしたのってケイちゃん言うてるんですよ、はいはいはい、で足元には血のついた果物ナイフが転がってたんですよ。いきなりねさっきあれで顔を刺されたのかなと、わ気持ち悪い、理由わかんないんですよね、うん、で私にこのケイちゃんがねナイフで切りつけてきた、うん、その時確かにナーシュって言ってたんですよね、へで病院へ行ってで幸いにも眼球無事だったんですよ、はあ、右上のこの眉あたりに傷は残ったんですけども視力は大丈夫、はあうん、でその現場っていうのは誰も見てなくてね、うんうん、私はこう怪我でねこの怪我っていうのは転んだ拍子にナイフで切ったみたいな形に落ち着かせたんです、はい、でそれとなく後でケイちゃん聞いてみたんだけど、うん、気がついたらお兄ちゃんが倒れてただけとしか言わないんですよ。そうなんだ、うん、で私としてもケイちゃん攻める気にはなれなくてね、うんまあ、むしろナーシュとつぶやいていた方がちょっともう不気味じゃないですか。気持ち悪い。でその後私は黒い石を持ち歩いたりすることはやめたんです、はい、絶対にあれが原因だから、うん、思えばケイちゃんのことだって直前にあの石に触らせたことがきっかけ、うん、この石は絶対何かそう考えてもう石を手放すことに決めたんですよね、うんうん、ただまあでも石をその辺に捨ててしまう気にもなれずに、そうね、まああの友人の Y この Y 君がどうやら霊感があるらしいんで相談してみたんですよ、うん、でこの Y から霊体験とかを何とか聞かせてもらったことがあるんですよね、うんでまあまああるんですけどまあ半信半疑ですよ。でもダメ元で連絡してみた、うん、そしたら Y が出てくれて、うん、あどうした久しぶりってで数ヶ月ぶりなんですけどまあまあちょっとね世間話した後に本題に入った、うんうん、あのさ霊感あるって言ってたでしょあれって本当、うん、ああやっぱそういう感じの話になるみたいな、うん、なんか予感してたっぽいんですよ、うん、Y、うん、で急にね神妙な声色になってで俺がねパワーストーンとか集めたの知ってるでしょ最近なんか変な感じのやつ見つけてさって言って、うん、うん、それ見てほしいってうんまあいいけどお前さ今周りに誰かいる、うん、もしくはテレビとかつけてる、うん、いやいやいや部屋に一人よ、うん、ああ
どうしようかな。なんかまずいの、うん、いや、うん、あ、まあ、じゃあ明日お前の家行くわ。いやいや、我々こっちから行く。なあ、大丈夫、それはいいよ、俺が行くから待っててくれ、うん、で次の日、はい、お昼過ぎ Y が来たんですよ、うんうん、の久々っつって、いらっしゃい、上がってよっつって、でこの日は家族全員出かけてて、うん、でなんかちょっと緊張しながらね、こう Y を今案内したんですよね、うんうん、で Y がね、で石っていうのはどこなのみたいな、うん、いやこれなんだけどって、こう石を取り出すと、この石をね取り出してきて、その石こう目に入った瞬間に、うん、急に Y の顔色がグッて変わったんですよ、うん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 、え、 Y？ って、うん、じーっと Y 石を見つめた後に、うん、お前こんなもんどうやって手に入れたの、え、もらいもん、いやいやいや、ネットオークションで買ったんだけど、うん、あー、なんかね、納得するというか、そうなんだ、はぁーみたいな、あー、そんな感じなんだ、うん、でね、普段この Y ってめちゃくちゃ明るいんですよ、そんなの、うん、楽天家で、うん、はいはい、で、そんな性格の Y が石を見るなり神妙な お持ちでね、急になってお持ちで、はぁーみたいな感じになってるから、うん、なんだこれはと、うん、でそれを見ただけでちょっと怖いんですよ、はい、え、なんかやばいって聞いてみたら、うん、まあ俺もそこまでよくわかんないんだけど、っておそらく何かの御神体みたいなもんじゃないかな、うん、何御神体って、しかもな、御神体これ日本のじゃねえわ、どっか外国のだよこれって、うんうん、まあちゃんとした場所に預けた方がいいなこれっつって、うんうん、持ってるとあんま良くないわで一呼吸置いて、うん、そういえばお前目大丈夫か、右目、うん、ドキッとしたんですよね、あの奇妙な夢を見た後は必ず右目が充血する、うんうん、あのな、この石見てると俺ずっと目が痛いのよって、うん、なんかあるぞこれ、うん、なあ、この石よかったら俺が預かるわ、いきなりのこの展開にちょっとびっくりしたんですよ、うん、Y がいきなりねビビってたのに預かるわっていう、俺の知り合いにこういうのちゃんと保管してくれる人がいるから、その人に渡してくる、うん、まあこれ以上ここに置いていてもあれやしなって、うん、でもまあ正直ありがたいじゃない、まあね、でもう石をすぐ手放したいから、うん、俺は助かるけど お前はいいのかっつって、うんうんうん、まあまあまあ乗りかかったしいいよっつって、で多分その子らもその方がいいだろうしな、ありがとう、うん、助かるわ、うん、いやいやその子らっ ってそうだ、ね、今お前の周りに子供がたくさんおるぞ、なんか全員お前のこと指さしてな、じゃあ受け渡しが終わったら連絡するわ、でその日その石を Y に持ち帰ってもらい、はい、私はやっと気苦労から解放されたと思いました、うんうん、今日から安心して眠れる、そうだね、そう思いながら 寝床に着いたんです、うんうんうん、また夢見るんですよね、気がついたら薄ぐらい森の中なんです、大きな木があって半裸の子供、ここまではいつもと同じじゃない、はい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 、違ったのは子供たちが全員で私にしがみついて目の前の木にくくりつけられているのが Y だったんです、あ、変わったのかそこが、 Y は怯えた顔で私に何かを叫び必死に身をよじりながら逃げようとしている、見ると右目がえぐられていて血が黒い泥のように流れていて、私も必死に逃げようとするけれども子供とは思えないすごい腕力で押さえつけられてて、で十数人こうねうわーってなっとるから、はい、もうびくともしないんですよ、うんうん、そして聞こえてくるあの声、ナールナーシュナールナーシュ、子供たちがねつぶやくと Y がくくりつけられた木の上の方でカスカス何かが動くんですよ、なんなんそれそいつなんなん、いつも見えなかったじゃない、うん、上やったか、そうか、うん、でも今見れるんですよ、木の前におるから、大きな蛇なんですよ、大蛇、ああ蛇なんだ、青白い鱗の大蛇が気を伝って Y の方へズリズリズリって降りてきて Y の頭の上で大きな口開けるんですよ、で Y は泣き叫んでる、ただ彼の声はもう聞こえない、そのまま彼の顔がすっぽりと蛇の口に収まって、で蛇が身をグリってよじると、あっさり Y の首がちぎられていって、でそれを呆然と見るしかなかったんです、木にくくりつけられた Y の胴体の上で蛇がこっちへ顔を向けた、その蛇右目がなかったんですよ、そこで目が覚めたんです、時間は早朝、息は荒くて心臓が激しくなっている、全身汗でびしょびしょ、顔は涙でぐしゃぐしゃ、しばらくベッドの上でもう自分の体をこうやりながらねもう泣いとったんですよね、うん、Y が死んだ、蛇に食われた、うん、でも夢なのよ、そうだよね、夢だから、夢だよね、言い聞かせてね自分、はいはい、で落ち着いてから念のため Y に連絡しようと思ったんだけども、それがいい、これ連絡したら結末をしてしまうじゃない、
嫌なんですよ、まあ、うん、だから向こうから連絡くんの待とうと、はい、持って行ってどうなったのかは連絡来るから ね絶対、うんうん、4日後、はい、Y が交通事故で死んだという報告がありました。車で走行中、トンネルの入り口付近で反対車線に飛び出して対向車と衝突、うん、私が事故現場に行った時にはもう事故の痕跡はほとんどなかったんだけども、かすかにガラスの破片、そしてタイヤの跡らしきものが見られた、うん、なんで Y は死んだんやと。でその痕跡見ながらぼんやり考えてみたんです、うん、私のせいでしょうか、あんな相談を持ちかけたから。 Y はあの黒い石に殺されたのでしょうか。あの事故から10年近く経った今でも後悔の念が消えないんです。あの夢が Y の死と無関係だったとは到底思えません。あの蛇と子供たち一体何なのか、誰かに聞いてほしくてこの話を投稿しました。何か分かる方、あるいは知っている方いないでしょうか。ただごめんなさい、 K ちゃん、そして Y のこともあって今まで誰かに話したことなんてないんです。これをもし読んだことで聞いたことで何か影響が出るものなのかは分からないです。ただあの蛇かなり執念深い、今でもあの夢は僕は見るんです。そして右目、白内障で見えなくなってしまいました。 Y の事故現場で拾ったあの黒石の欠片も今まだ手元にあります。やっぱりすごく綺麗なんです。私はカレンダーに当日の予定を書き込んでいます。その日も今後の予定を書き込んでいました。すると何か違和感を感じる。よく見てみると以前書いた予定が微妙に変わってるんです。6月3日スーパーで日用品をまとめて、火事ですか、うん、6月11日市役所で住民票を、事故ですか。6月26日11時に農協が来るので病気ですか。私は一人暮らしです。誰がこんないたずらをしたのかわからないんです、うん、本当に不気味です。もう29日だったので構わないと思い6月分を破り取りました、はい、心臓が止まるかと思いました、うん、なんと7月のすべての日に、どんな死に方が良いですかって書かれてたんです。それ以降の月は怖くて見れませんでした。カレンダーは庭で燃やしました。ドルフィンリングというイルカの形をした指輪が流行った大昔の話、うん、当時私は小学生低学年だったんですね、うん、で10個離れたお姉ちゃんがいてまして、はい、でお姉ちゃんいわゆるヤンキーなんですよね、うんうん、でそのヤンキーの姉ちゃんが夏休みになるとほぼほぼ毎晩ですよ、うん、ヤンキー仲間を家に連れてくるんです、うん、ね、人じゃたまり場になってて親と小競り合いが ね繰り広げられとって、はい、でこの当時子供嫌いのお兄さん、うん、以下 A としますね。で優しいお姉さん以下 B にします、うん、その2人がですね、いつも家に遊びに来てたんですよ、うん、でこの A さんがですね、うん、私がお姉ちゃんの部屋に近づくと、うん、子供嫌いやからすごい怒ってんすよ、うん、おいガキが来んじゃねえよって言って、嫌ですね、でその度に優しいお姉さん B さんですよね、うん、でそう他の人たちもいてんですけど、うん、小さい子にそんなこと言うなよっつって、うん、フォローしてくれるんですよ、はいはい、〇〇ちゃんだって遊びたかったんだよねとかね、こう優しい言葉言ってくれて、うん、この B さんたちが、はい、でお菓子くれたりね、うん、で何か部屋に入れてくれたりしたんですよ、うん、だからねそんな感じやから A さんのこと嫌いなんですよね、やつだなと思いますよ、うん、人の家にね来て泊まっていったりするのに勝手に来てるわけでしょ、そう優しくしてくれないんですよ、はい、で私がねお姉ちゃんの部屋に近づいていくと、うん、もう舌打ち聞こえてくるんです。また来たよみたいな、で地形よみたいなね、威嚇してくるし、はい、で何やったらねちょっとすれ違いざまにお前ガンくれてんじゃねえぞとか言ってくるんですよ。ひどいなこれは。まあ怖いんですね。逆に B さん、はい、大好きなんですよね、まあね花火とかお菓子とかちょっと遊べるちょっとしたおもちゃとかいろんなもの買ってきてくれて、で A さんのフォローもしてくれたりね、で外で会えば必ず声をかけてくれて、うん、で友達のいない私が寂しいだろうからって一緒に遊んでくれたりもした、うん、で B さんの口癖がありまして、まるまるちゃんが私の妹だったらよかったのにみたいな、うん、はいはいはい、そんな荒れた夏休み、まあまあ終わりに差し掛かったある日ですよね、うん、急に A さんがあの怖かった A さんがですよ、うん、ドルフィンリングくれたんですよ、お姉ちゃんの部屋にも行かずにわざわざ私の部屋に来て、うん、ほらよって投げてよこした、うん、ピンクのラッピングした箱に入ってたドルフィンリング、
はい、誕生日でも何でもない普通の日なのにおかしいなと思ったけど、うん、友達がいなかった私は、あ、こう頭がお花畑だったってね、うんうん、やっとこのお兄さんとも仲良くできるんだってね、ちょっと嬉しかったんですよ、はいはい、でそのドルフィンリング、さっきも言ったように当時流行ってたもんですし、うん、初めて A さんがプレゼントしてくれたので、うん、まあまあブカブカやったけどね、この親指にこう刺したらどうだろうって、はい、でも親指でもブカブカなんですよね、サイズ合わない、うん、でもそれが嬉しかったから、もうもらった日は握りしめて寝たんです、うん、はい、夜中、うん、ちょっと目覚めた時にびっくりしたんですけど、うん、その持って寝てるでしょ、うん、ドルフィンリング、めちゃくちゃ熱いんですよ、熱いの、うん、でこの指輪が焼けたぐらい、焼けてるぐらいなんか熱いんですね、はい、でせっかくもらった指輪が壊れた、熱いって、ね、寝ぼけてるしね、うわーって泣いたのを今でも覚えてる、なんだけど誰も様子を見に来てくれない、うん、真夜中だからしょうがないんだけど、横にお母さん寝てるんですけど、お話してくれないの、お母さんいないんですよ、さすがにおかしいなと思って、で指輪その頃熱くなくなっていて、はい、その指輪を握りしめた明かりがついていたリビングに行ってみたんですよね、うん、そしたら両親が真っ青な顔して、お姉ちゃんが事故に遭った、え、そう言うてるんですよ、うん、この辺りはもうほとんど覚えてないんだけど、かすかに残る記憶で、姉とその仲間たちがバイクでどこぞの山に遊びに行って、うん、その帰り仲間全員バイクの玉突き事故、で姉の容態は電話じゃよくわからない、うん、けどとにかく危ない状態なのに、両親はリビングにいてちっとも病院に行こうとしない、うん、私はパニックになって、お姉ちゃんが死んじゃうかもしれない、病院に行こうよ、そうそう、ね、そう泣いて訴えたんだけど、両親がんとして動かない、うん、私が時期になって、私だけでも行くからってパジャマのまま玄関に向かったら、父が全身で阻止してきたんですよね、ほう、私はなんずさーみたいな感じでドアに突っ込んでいく、うん、父の異常さが怖くてまた泣いたんです、うん、なんかもう必死にドアにグッみたいなするから、お父さん、何でお父さん、ね、行かせるってことね、別にいいじゃん、そうそうそう、行けば、で母親はね、まるまるちゃんお部屋に戻ろうねみたいな感じで一生懸命なだめてくると、はい、でその母親の顔も泣きそうというか、なんかちょっと怯えてるような感じで、でその両親の異常な雰囲気がまた怖くてですね、はい、で、あ、これ変だなっていう、うんうん、感じてるわけなんですよ、うん、で冷静になってよく見てみると、うん、両親なんですがパジャマじゃないんですよ、夜中へのちゃんと外着に着替えてるんですよ、うん、あれなんでと思ったらピンポーンってインターホンになって、なったそしたらあの B さんの声が聞こえてきたんですよ、 B さん、うん、はい、あの優しいお姉さん、おうおう、優しいお姉さんの声が聞こえてきて、うん、まるまるちゃん迎えに来たよ、お姉ちゃんのところにおいで、でもね嬉しいじゃない、 B さん来てくれたから、はい、で B さんが迎えに来た、お姉ちゃんのところ行こうって親に言ったんです、うん、でも両親はブル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 震えながら顔真っ青なんですよ、で母親は私を全力で抱きしめながら、うん、ね、父親は何かブツ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 言うとる、はい、その光景もかなり異常な状況です、うんうん、でね、あまりに異常すぎて私はもう親2人がちょっともう頭おかしくなってしまったんじゃないかと、はい、でそう思ってB さんの名前を呼びまくったんです、うん、B さん怖いよ、お姉ちゃんが死んじゃうよ、うん、パパとママがおかしくなったよ、うん、B さん B さんってね、うん、でも B さん助けてくれるどころか、うん、玄関の外でまるまるちゃんお姉ちゃんのところにおいで、いや怖、なんかまるまるちゃんお姉ちゃんのところにおいで、それしか言わないんです、はい、しかもね抑揚がないというか、はいはい、今みたいな一定のテンポとリズムなんですよ、なるほど、変わんない感じで、ね、はいはい、でなんかねすごく冷静というか、はい、なんかちょっと言葉が楽しそうに聞こえるというか、まるまるちゃんこっちおいでっていう、はいはい、ちょっと楽しそうなんですよね、はいはいはい、で B さん怖いよ助けてっつってね、うんうんうん、でどれぐらいそのままギャーギャーしてたかわからないですけど、うん、急にまた A さんからもらった指輪がそのタイミングで熱くなってくるんですよ、そうなの、でも熱すぎたから手を離そうと思ったけど、うんうんうん、手だけ金縛りにやったみたいにずっとグーの形のまま離せないんですよ、握ってなきゃいけないみたいな感じだこれ、うん、で、そのうち喉がねどんどん苦しくなってきて声もうまく出なくなってきて、はい、しまいには叫んでるつもりが全く声が出てないことに気づいたんですよね、はい、
で母親が口をパクパクさせてるのに声が出なくなった私を見て、うん、ギョッとしてたけど声が出なくなったせいでさらにパニックが加速して、うん、暴れる私を抱きしめてる力を緩めてはくれないんですね、うんうん、でその間も B さんはずっと楽しそうに私のことを呼ぶわけですよ、はいでこうってねこう言葉を出そうにもこう出せなかったじゃない、うん、でやっとここねあのかすれた声が出てきたなと思ったら、うん、あの自分ではそんなこと思ってないけど勝手に自分の口から言葉が出てきたんです。あ、やだね、なんかその言葉が、うん、お前なんか私のお姉ちゃんじゃない、私のお姉ちゃんは〇〇、これフルネーム言ってるんですよ、はい、私は知ってるんだぞ、私に友達がいなくなったのはB さんが私の友達をいじめて私に近寄るなって言ったからだ。お前が持ってきたお菓子や花火は全部近所の商店で盗んだものだ。気持ち悪い、お前なんか大嫌いだ、お前は私のお姉ちゃんじゃない、帰れ、二度と家に来るな、私の家族は全員こっちにいる、私をそっちに連れて行こうとするな。実際はもっと田舎のヤンキー口調で方言も入ってたけど、大体こんなこと叫んだ、うん、というかこの叫んだ内容私自体覚えてないんです。そうなんだ。 B さんが私の友達をいじめてなくしたことも、いつもくれるお菓子がこのね商品から盗んできたこともパニック状態やったのにさらにパニックに陥ってそこから何ももう覚えてないんです。でその後気失っとるんですよ多分ね、うんうん、で目が覚めたらもう朝で泣き晴らした母親とげっそりしたお父さんいたんですそこに、ねうん、で病院から連絡があった、お姉ちゃんは足を折っただけだったよ、お昼になったらお見舞いに行こうな、そう言ってくれたんですね。でその時は理解できなかったんだけど、うん、A 君にお礼言いなさい、そしてその指は一生大事にしなさい、そう言われたんです。ここまで、まあ、聞いてもらいますと、はいはい、もう察しがついている方もいると思うんですけども、うん、この姉たちが起こした事故で、うん、実は B さん亡くなってるんですね。なるほどね。それも両親が病院から連絡をもらうより前、うん、多分即死に近かったと。それなのに両親が病院に行こうとしたら、うん、玄関の向こう側に B さんが見えた、はいはい、玄関の一部がすりガラスになって外が見えるタイプだったんで B さんの姿が見えたんですね。分かったんですね。で姉と一緒に出かけたはずの彼女が無事でいるはずがないと、はい、そう思った両親、家から出るに出られず、時々〇〇、うん、ちゃんを迎えに来ました開けてくださいっていう声がめちゃくちゃ怖くて、うんね、リビングで震えてたんです。あ、そういうことか、うん、そして A さんも事故当時は意識がなくて危うい状況だったんだけども意識を取り戻して面会ができるまで回復を待って、でお見舞いに行った時に A さんがねこうろれつの回らない状態で泣きながらポツポツと話してくれたんです。 B さんが なぜか私に執着して〇〇ちゃんは妹のようだ、妹にしたい、〇〇は私の妹、他の子と仲良くさせたくない、私と一緒にいるとなってたこととか、万引きしたお菓子などを与えてたこと、そして B さんに懐いていた私を遠ざける方法が分からなくて、うん、むやみに怒鳴ったりして申し訳なかったって A さん言ってるんですよね。なるほどね。で流行のアクセサリーを持ってれば女の子だから他の子と友達ができるんじゃないかっていうね。ああそういうことだったんだ。不器用な A さん、ヤンキーの A さんの優しさなんですよ。あれからもう15年以上経つけど、うん、私は毎年夏はお盆が終わるまで帰省できないでいる、うん、B さんが私を諦めてないからだって姉や両親は言うけど、確かに夏場になると、うん、あの A さんからもらった例の指は熱くなりようがない状況でも、うん、焼けたように熱くなって変なことが起きる時があるんです。うわ、それはまた別のお話。 B さんの姿を両親が見たのはこれっきりなんですが、うん、姉は毎年見ているそうです。歳を重ねるごとに輪郭が変わってきて、ここ数年ほぼ別人のようになっているらしいですが、お盆の送り盆の時に来るそうです。お祓いはもうすでに何度か頼んでますが、やはりお盆の時だけは B さん来るようで、私は B さん以外のその幽霊を見るような霊感は全くないんでわからないですけども、あれはなんとなくわかる人なのでそういうものかもしれないと変に納得してしまっていますと。実家も引っ越しを考えたそうなんですが、うん、まあよくわからないですけども、なぜか引っ越しをしていないんです、うん、私だけ中学進学と同時に父方のおばの家に預けられていました。この話は残念ながら実話なんですということで、
先週のことなんですが、小3の俺の弟が体験した話になります。弟はその日学校が終わって1回家に帰ってきてから仲のいい友達と一緒に近くの公園で遊ぶことにしました。夕方になってかくれんぼしていたら、珍しいことに父、母、俺の家族全員が揃ってその公園まで迎えに来た。それが弟には結構嬉しかったらしくて、かくれんぼ途中で切り上げて、で友達に帰るわっつって、で俺らと一緒に帰った。家について宿題し始めると、これまた珍しく俺が弟のそれを見てやってるんですよね。で宿題やってる間もいろいろとゲームの話とかなんかね、世間話みたいな、最近どうよみたいな話で盛り上がって、で機嫌のいい俺はずっと弟のそばにいた。やがて夕食の時間が来て、母が1階のダイニングから声を張り上げた。俺たちの部屋は2階だったので大声で返事をして下へ降りた。何でもない日なのに夕食はごちそう、弟の大好きなハンバーグとかが並んでいて、で寡黙なね父もさっさと平らげてしまった弟に、おお俺の半分食えとか、ね、かなり気を配っておる、そんな中いつも見ているアニメの時間になったのでテレビをつけてみた、そしたらなぜか砂嵐なんですよ。でチャンネルをこうね回していってもテレビはザーの状態、そしたら突然母親がリモコン取り上げてテレビをパツッ消したんです。消したと。でその顔がこうねパツッて消しながらお母さんニコニコしてるんです。それがちょっとね不気味なんですよね、夕食も終わるとやっぱりニコニコしながら、ケーキ買ってあるのお母さんが言って、でお父さんがおい一緒に風呂入るかって、で俺がね新しいゲーム買ったんだけど、こう魅力的な提案をいろいろしてくる、ね、そこで弟はいたずらを考えた、優しくされると意地悪したくなるという天の弱的なもので、トイレに行ってくるっつって帰ってこない、その作戦をね弟が取るんですね、でうちのトイレは鍵をかけるとノブが動かなくなる仕組みなので、ドアを開けたまま鍵をかけてそのまま閉めるとトイレが開かずの間になってしまう、この家に越してきたばかりは弟がよくいたずらをして頻繁に10円玉を鍵穴に突っ込んでこじ開けるということがあった、で弟はその方法でトイレの鍵を閉めて、自分はトイレの向かい側の脱衣所の床に、あるちょっとした地下倉庫みたいなところに隠れて、で、呼びに来た家族を脅かそうとした、そういうやつねらしいんですよ。気になるでしょ。めちゃくちゃ気になる。実はね、弟なんですが、公園で友達と別れた後、行方が分からなくなっているんですね。弟はかくれんぼ中に突然帰るっつって、で声を張り上げてさっさと帰ってしまったので、誰かが迎えに来たかどうかは誰も見ていないらしかった、日が暮れても何の連絡もない弟を俺たちは心配して警察にも捜索願いを出して町内のスピーカーで呼びかけました。父親は弟の友達の家に電話をかけたけど、あんな取り乱したのは初めて見たし、母親なんか早々に泣き崩れていた、俺はというと弟が遊んでいたという公園の周りで聞き込みをして探し回ったりしました、マジで終わったかと思った、一方弟は例の地下倉庫に隠れている時に自分を探しているという町内放送を聞いてしまった、困惑していると突然ダイニングの扉が勢いよく開かれて、3人がゾロゾロとトイレの前に歩いてきて、またさっきみたいにケーキ買ってあるの、一緒に風呂入るか、新しいゲーム買ったんだけど、それぞれが声をかけてるんです、でそのトーンがさっきと全く同じ、弟もただならぬものを感じてその様子をこっそり見てた、そしたら3人がまたケーキ買ってあるの、一緒に風呂入るか、新しいゲーム買ったんだけど、でトイレのノブをガチャ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 言うとる、そのうちドア叩き始める、ドン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 つって、でついにはドアをぶち破りそうな勢いのドンダンやってんすよ。そんなにやんなくても、もう弟はもうブルブル震えて絶対殺されると思ってずっと隠れてたんですよ、で、そのうちドアが破られて静寂が流れたんですね。誰もいないかね。やがてその家族っぽい何か、さっきのね、ケーキ買ってあるの、一緒に風呂入るか、新しいゲーム買ったんだけど、ケーキ買ってあるの、一緒に風呂入るか、もういいって、新しいゲーム買ったんだけど、そう言いながら2階に上がっていったんですよ、でもうダッシュで地下倉庫飛び出して、弟も家の玄関から靴も履かずに全力疾走で逃げ出した、無我夢中で走って着いた先はかくれんぼをしてた公園、で公園にはまだパトカーがおってね、でこうねいろんなところでこうね聞き込みしてた警官に泣きついたんです、
でその連絡を受けて近くにいた俺が駆けつけて無事に弟は見つかったんです。なるほど。その時に弟が警官に話した内容を今話したこれをまとめたこれなんですよ。なるほどね。当然警官は信じてくれないし、で弟も実際見つかったから、うん、プチ家出という形で片付けられてしまったんだけども、だけどそれから家に帰ってくるなり真剣な顔で、うん、テレビのチャンネルを回し始める弟を見ると、うん、弟の嘘とは思えないんだこの話。自分ではなく自分の夫の話です。私は霊感とかそういうものが一切なく、見たことも聞いたこともない。家族が怖がるから墓場や神社の掃除とかも一人でしていたけど、何もおかしいことは起こらなかった。試しに夜中に心霊スポットに行っても何も起きなかった。でとある男性と付き合い始めたが、どうもその人が霊感体質らしい。いろいろなところでいろいろな例を見てきたそうだが、私は見たことがないので話半分で聞いていたし、うん、おそらくは極度のビビりで大したことがないものを見間違えるのだろう、うん、そう思っていた、うん、しかし私とデートをしている時に限り例が見えなくなったらしい。よくはわからないが、多分私に夢中でビビる暇がなくなったのだと思った、うん、である日とうとうその人と一夜を過ごすことになった、うん、普通に愛し合って私は家に帰った。その日の夜彼が寝ていたら、いきなり妙な生き物、ゾンビみたいな変な服を着た人間が現れてこう言ったらしい。もうあの女はこの部屋に泊めるな。彼はビビって失禁しながら、嫌だ、僕はあの子と結婚するんだ、そう絶叫したそうだ、うん、するとそいつは冗談でも何でもなく本当に、マジで、そう言ってすごく嫌な顔しながら消えていったそうだ、はい、その後結婚して彼の家で暮らすことになったけれど、別に何もない。いつも一緒にいるからか家でもうお化けは見なくなったそうだ、うん、でも通勤途中や友達と遊んでいる時、昔とは違ってどのお化けも遠巻きになぜかとても嫌な顔で自分を見ているそうだ。どこかの寺と精神科とどっちを進めたらいいんだろうか。時は第二次世界大戦の日本敗戦直後、日本はアメリカ軍の支配下に置かれ、各都市では多くの米兵が行き交う時代でした、うん、ある夜、地元でも有名な美女、うん、こちら23歳と言われていますが一人、はい、加古川駅付近を歩いていた時に、うん、不幸にも数人の米兵にレイプされてしまい、うん、その後殺すにも苦しみながら死んでいくのを楽しむため、うん、体の両腕両足の付け根の部分に銃弾を叩き込む、道路上に放置したまま立ち去りました、はい、瀕死の状態をさまよっていた時、運よくその場を通りがかった地元でも有名な医者に発見され、うん、腐敗した両腕両足を切り落とすことを代償に一命を取り留めたんです。なるほど。しかし自分の美しさにプライドを持っていたこの女性はですね、生きることに希望が持てず、当時国鉄です、はい、国鉄加古川線の鉄橋上へ車椅子でこう散歩に連れられている隙を見て、車椅子を自分で倒し、両腕両足のない体で体をよじらせながら鉄橋の上に行き、走ってきた列車へ身投げをして自殺をしたんです。なるほど。警察国鉄から多くの方が線路中で肉片の収集を行いました、はい、しかし不思議なことに首から上の部分の肉片は全く見つからなかったんです、はい、しかし時代が時代だったもので、数日経過するとその事件を覚えている者はほとんどいなくなりました、うん、事件が起こったのは数ヶ月後のある日、はい、朝は元気だった者がなぜか変死を遂げるようになってきました、うん、それも一軒の家庭で起こると、うん、その近所で事件が起こるといった具合です。警察も本格的に動き出し、事件が起こった家庭の聞き込みではなぜか共通点があったんです、うん、それは死亡者は必ず、うん、死亡日の朝に昨日夜におかしな光を見た、そう言うんです。実際に当時の新聞にも記載された事件であり、加古川市では皆がパニック状態になりました、はい、加古川署では事件対策本部が置かれ、うん、事件解決に本腰が入りました。そこである警察官が事件が起こった家庭を地図上で結んでみると、うん、あることに気がついたんです。なんとその曲線は手足のない
しかも首もない胴体の形になりつつあったんです。こうなると当然次はどのあたりのものが事件に遭遇するのか予想がつきます。そこで前例にあった光を見た者は警察に届け出るように住民へ知らせたんです、はい、やはり曲線上の過程では光を見たといいそれぞれ死んでいくんです。そうなんだ。しかし実は光ではなかった、はい、死者の死亡日の朝の告白はこうでした、うん、夜なぜか突然目が覚めたんです。するとかすかな光が見えて、見ているとそれはますます大きな光となって、目を凝らしてみると何かが光の中で動いているのが見えたんです、うん、物体はだんだん大きくなってこっちへ近づいてきます。その物体とはなんと首もない両腕両足のない血濡れの胴体が肩を左右に動かしながら張ってくる肉片だったんです。ますます近づいてくるので怖くて私は目を閉じました、うん、次からもその同じ肉片を見た者は必ず死ぬんです。そこで次は自分だと予想した者が恐れさのあまり加古川市と高砂市、うん、その間にある鹿島神社でお祓いをしてもらったんです。すると暗闇の向こうに恐ろしい恨みがあなたを狙っているのが見えます。お祓いで拭いきれないほどの強い恨みです、うん、どうしようもない。唯一あなたを守る手段があるとするならば夜肉片が張ってきても絶対に目を閉じずに口で鹿島さん鹿島さん鹿島さんと3回呼んでこの神社の神を呼びなさい、そう言われました、はい、その夜やはり肉片は張ってきました。しかし恐怖に耐えながら必死に目を開いて鹿島さん、うん、鹿島さんとこう3回唱えたんです、はいはいはい、すると肉片はその男の周りをぐるぐる張った後に消えていきました、うん、通常話はここで終わるんですが、はい、やはり恨みは非常に強くてですね、うん、その男が旅へ出たんですけどその後にね、はいはい、その旅先でも出てくるんですよ、うん、そうなの。でその後その方がどうなったかはちょっとわからないんですね。ただ非常に厄介なことにこの話なんですけども、もし知ってしまった場合、うん、肉片がいつかはその話を知ってしまった人のところにも現れてしまうということなんですね。はね、怖いお話ですね。で被写この投稿者の方、私がですね、はい、兵庫県出身の方なんですけども、はい、知ったのは高校時代ですが、はい、私の高校ではこの話は人を恐怖に与えるため、うん、もしくは迷信を恐れるため、うん、そういったことで口に出すこと自体が、うん、鹿島さんっていうのを口に出すこと自体が校則で禁止されてるんです。すげえ、そんな校則まで。なので皆さん、インターネットで、したこの鹿島さんね、はい、地元では幽霊の肉片を鹿島さんと呼ぶらしいんですけども、鹿島さんを見ないことを、うん、まあ、祈っていますと。大井さんってのが何者なのか分からんけど、俺の地元のコンビニバイトの間ではかなり有名、うん、大井さんって名乗った客が来たら目を合わせたらダメ、うん、先輩からの指示を受けてコンビニでバイトをしていた俺はそれを数日間覚えてたけどももう忘れてしまったと、はいはい、3ヶ月ぐらい経って結構慣れてきた時に後輩が入ってきた、うん、後輩に仕事を教えて結構俺は楽できるようになっていた、うん、でその後輩と2人で夜勤に入った日、バックヤードで俺はタバコ吸いながら廃棄予定の弁当を食べていた、うん、その時防犯カメラの映像を見てみると3人の中学生ぐらいのガキンチョが立ち読みしているのみで、うん、後輩はレジの前で注意深くそのガキンチョたちの動きを監視していた、うん、これは万引きを防ぐため、はいはい、俺も3つある切り替えボタンを操作しながら店内の様子を見ていた、うん、すると後輩がいきなりレジの前で誰もいないのにペコペコしている、うんうん、何をしているのか不思議に思っているとバックヤードにいる店員を呼ぶブザーを押してきやがった。瞬時に俺はあ万引きしよったなと、うんうん、察知してバックヤードから出ていくとレジの前におじさんが立っていた、うん、万引きの合図の後に来た客かなと軽く考えつつ、はいはいはい、いらっしゃいませと大きな声で言うと、うん、客がいきなりこんにちは大井さんです。えはと、うん、何言ってんだと。あまあでも後輩が手招きしてくるから、はい、こう近くまで行ってみると、うん、大井さん出ましたね。店長が言ってた人ですよ。なるほど。目合わせちゃダメですよ。急に思い出した。あの話ね。幸い大井さんは俺が後輩に呼ばれるまで後ろを向いていたので、うん、顔は見えなかったが、大井さんは、うん、マイルドセブンとあとこのガムと唐揚げちょうだい。注文すんのかよ。
レジ打ちを後輩がしてる間に俺はタバコを取って唐揚げを取って袋詰めをする、はいはい、すると大井さんはあとね、いやまだどっちかの命ちょうだい、怖っと冗談で言ってきた。怖っと思いつつ、申し訳ございません、当店では取り扱っていないんですと。まあね、マニュアル会社、まあまあまあ流すような感じでね、はいはい、頭を下げてこう受け流したと。するとじゃあさ、あそこの3人のうちの1人でいいから命ちょうだいよ。待ってよ、厨房3人は聞こえてないのか雑誌を読みながらガヤガヤしてる、うん、俺と後輩はどうしていいのか分からずに困ったようなそんな素振りを見せていた、はい、でお互いを見ながら申し訳ございません、彼らも商品ではございませんので。そうだよね。それと大井さん笑いながらじゃあ全部もらっちゃうね、もらっちゃうの。そう言いながらお金と変な針金細工を3つ置いていった、うん、次の日店長と俺より前に入ったパートのおばちゃんにその話をしてみた、うん、え？なんて？大井さん何か置いていった、うん、ちょっと不安があってるんです、はいはいはい、というので預かり品として置いておい、置いたこの針金細工、うん、それを持ってきて見せたんですよね、うん、これは大井さんが次来たら返しなさいということなので、うんうん、それをこうバックヤードに持っていて分かりやすい位置に、置いていた、うん、それから次の夜勤の日、うん、バックヤードから涙目で後輩が出てきた。どうした？何事かと聞いてみると、うん、針金細工がうねうねと動いていると。いや嘘でしょって見に行ったんですよ、うん、そしたら3つともこうまるでねミミズが這うかのように動いてるんです、針金細工が。それは数日、しかも夜のみ動く。他の夜勤の先輩たちもそれを見て気持ち悪がっていた、うんうん、数日後一つのこのうねうねがピクピクと動きを弱め出した、うん、その日近くの交差点でバイクと車が衝突事故を起こして中学生が一人死亡したことか。ニュースにもなったんだけど、車の運転手は暴走行為をしていたバイクの前に誰かが立っていたので、うん、バイクは急ブレーキをかけて、こっちに突っ込んできたんだと言っていた。次の日の夜、先輩と店長が夜勤の日、大井さんが来た。それをきっかけにこの針金細工3つを返して、うん、申し訳ございませんがと説明して、返すことにした。その時の先輩の話では、うん、大井さん少年の首を持って入ってきたらしい、店長もそれを見ていてすごくビビっていた、うん、店長に言われてバックヤードに針金細工を取りに行った先輩はカメラに映ってる少年の体のみを見たらしい。体はレジの前の下を何かを探すようにこう撫でていたと。そしてカメラには店長以外には何も映っていなかった、はいはいはい、他のコンビニで働いている友人や深夜2時までやってるレンタルビデオ店でバイトしてる友人もこの大井さんの話を知っていた。そうなんだね。どこのコンビニとかでもこういう話ってあるのかね。今でも多分大井さんいると思うよ。コンビニの店長とかは今でも行った時に挨拶したりこうバックヤードにこう招かれて話をしたりするんだけどさ、うんうん、大井さんの話もするんだよ。この前大井さん来てさ、そんなことも言ってた。他にも大井さんの話聞いたことある人いるのかな、うん、誰も顔見たことないから顔はわからないんだけど後ろ姿は普通のおっさんなんだよ、うん、この話聞いた友人は俺なら見てみるよとか言うんだけど絶対見れないと思う、うん、普通に声が高くて気さくな感じなんだけどさ、うん、背筋から這い上がる怖さがあるんだよ、うん、大井さんです。そう言われた瞬間の声とか思い起こすと怖すぎるんだよね。寒々しいというかなんというか、見れないようになってるのか顔は絶対見れないんだよ、うん、店長が言うには俺は一回防犯カメラで大井さんをビデオに録画したことあるんだけど顔は見れなかった、うん、昼間に来てたんだけど周りの人は大井さんに気づいてなかったんだよな。そうなんだ。怖すぎる。大井さんって何なんだよ。名前の由来も自分で言ってるだけで、こう意味があるのかないのか分かんない、うん、コンビニバイトをしてたら分かると思うけど客来たからって全員の顔って見ないもんね。いらっしゃいませって言うぐらいで、うん、まあだから大丈夫だと思う。だから大井さんですって言われたらとにかく目を見なければいいらしいから、うん、忙しいふりしてさっさとレジ打ちしていくらですって言いながら頭下げとけばいいと思う。最初大井さんが来るまではヤクザかなんかの取り立てかと思ったんだけど終わりです、うん、なるほどね。帰省したついでに祖母に小鳥箱的ななんかこう呪い的なさ、はい、こう飲酒話がなんかないってこう聞いてみたと、うん、残念ながらそういったことはなかったんだけど、うん、おじさんがそれっぽいのを知ってたから今ここに書いてみます、はいはい、
つっても友達が犠牲になったとかお寺で怒られながらお祓い受けたとか、うん、そういうなんかこうね直接的なものはないんだよ、うん、はい、昔そういう奇襲があったよって話なので、うん、シャレにならんほど怖いかというと首をかしげざるを得ない話なんだけど、うん、まあまあとりあえず書いてみる、はい、1980年代おじさんが都内の某大学に通っていた頃、うん、某地方の文化調査で教授のフィールドワークに助手というか200人夫、うん、まあお手伝いですよね、うんうん、として同行した時、まあ、とある村に行ったんですよね、うん、でそのとある村落というか、まあ、集落があって、うん、そこなんですけど猿の神様を祀る家というものがあった。へえ、エンベさんだとかエーベさんだとか、はいはいはい、取材相手が文字で書かれたのを見たことがないために正式な発音や綴りは不詳、うん、とりあえずエンベさんということにしておく、うん、このエンベさんのご神体は何年間に一度新しく作り変えられる、うん、その法則もわからない。ご神体の作戦にはまず甘酒を用意し、うん、酒といってもお粥みたいな甘酒、はい、米の形が残っているデロデロの流体、ご飯を水に入れてそこに酒種を加えてかき混ぜる、ほこりよけに蓋をしてそのまま常温で放置するという大変アバウトな作り方、うん、おじさんもこう飲ませてもらったそうなんだけど、ぬるい甘さとほのかな酸っぱさに米粒のねちょっとした食感が何とも言えず微妙な一品だったと言っていた、うん、貴重な体験ありがとうございましたって味だった模様、うん、ちなみにこの甘酒用の米には専用の田んぼがあったらしい。甘酒ができたら桶に入れて、山の中に放置すると猿が来てこれを飲む、いい加減酔っ払った頃を見計らって飛びかかってフラフラの猿を捕まえる、うん、この時お面をかぶって決して猿に顔を見られてはいけない。捕まえた猿は竹籠に入れ半月ほど甘酒だけで、買って決済させる。餌付けもされていない野生の猿だから初めのうちは見向きもしないけども、そのうちに空腹に負けてこう甘酒にこう口をつけるらしい。そして決済が済んだら竹籠の周りに犬をつないで吠えかからせ、猿をビビらせるだけビビらせたところで、うん、この竹籠ごと俵に入れて土に埋める、そして1年経ったら骨を掘り出して洗って祀る。この時はこう今までこう猿の前に洗う時はお面をつけっぱなしでねこうやるんだけども、この時は素顔で行わないといけない。そうなんだ。自作自演で助けてやったんだから恩を返せよっていう意味。ああそういうことなんだ。そして古い方の骨は山に返す。これも具体的にはちょっとわからない。これで不思議と農作物が鳥獣害から守られると。へー。特に姫事ってわけでもなかったらしく、集落の他の家の人も普通に知ってて、うん、取材相手の証言の限りではこう差別なんかもなかったと、うん、あるいはこう他の家もねこうご利益に預かっていて、うんうん、他の集落には秘密とかだったのかもしれないけど、こう村の中ではこう有名なね、はいはい、まあ、風習ですよね。で太平洋戦争でその家の長男が出世して、で亡くなったあたりでご利益がないと、うん、まあ、感じたのか、うんうん、時代にそぐわないと思ったのかちょっとわからないけども、この奇襲は行われなくなったと聞かされてたんですけども、はい、その縁部さんを祀っていた家はまだこう代々続いていて、うん、で直接取材しようとも試みたけど、80年代にもなるとさすがに願文のいい話じゃないじゃない、うん、丁寧に断られた、うん、それでおじさんはこういう記載が昭和の中頃を近くまであった事実に感慨ひとしおで、うん、その村落を後にするわけです、うん、で大学に戻ってみる。でおじさんは教授から以下の仮説を聞かされた、うん、エンベさんの名前は初めは猿っていう漢字こう縁、うん、ね、縁ね、うん、からこう縁の発音が来ているのかと思われがちだけども、エイベさんっていう呼称も考えると、うん、エビス様をエベスさんっていう言い方があることから考えて、そっちの方が由来に近いんじゃないかと。あ、なるほど。でエビスっていうね、うん、このエビスってこの一文字にすると、はい、このエビスっていう漢字は異邦人っていう意味もあるんですよ。うーん、なるほど。だから本来は猿じゃなくて旅人を使ってたんじゃないかと。わー、面白いですねこれは。山に返されたという骨を調べればそれが猿なのか人の骨なのかは分かったかもしれないけども、はい、それは縁部さんの家が協力してくれない以上調べようがないでしょう。うんうんうん、教授の説の真偽は不明だけども、あるいは世が世なら我々2人ももしかすると生きて帰れなかったんじゃないかなと
おじさんは笑って話していましたということで終わりでございますけども。